お帰りなさい。クルザスでは大変だったわね。ちょうどこれから情報を整理しようとしていたところなの。あなたからも状況を伝えてくれると嬉しいわ。ありがとう。ではみんなを呼びましょう。権限させた存在を人に憑依させるだなんて、完全に未知の現象ね。これまでどんな文献にもルイゾワ様が残した手記にもそのようなものは見当たらなかったわ。ただ状況から察するに、モーグリ族の王様と同様で公儀に解釈した蛮神と呼んでいいように思える。憑依型蛮神シヴァか。召喚者が意のままにその力を操れるのだとしたら、これまでの蛮神以上に危険な存在だ。イゼルって人、蛮神を生身の体に憑依させておいて、それでも無事だったんでしょ？なんか常人とは思えないね。彼女は本当に生身の人なのか、それとも蛮神を宿すに足る力が作られていたか。いずれにせよ、氷の巫女が成したる神おろしは未知の手法によるものに違いありません。となれば闇の使徒アシエンの介在を疑うのが道理。ただあの時に観測したエーテルの流れは、ウリエンジェがよこしてくれていた資料と酷似していた。つまり手法はどうあれ、あんたらが戦ってきた蛮神と同じものってことさ。そこに謎を解く手がかりがありそうね。イダ、この後グリダニアに向かうぞ。伝承からの権限、禅王モグルモグ十二世についてもう一度調べてみよう。よし来た。私は氷の巫女の残した言葉も気になっているの。聞いて感じて考えて。あなたも聞いたことがあるはずよ、星の意志ハイデリーの言葉を。あなたからの話を聞く限り、彼女は超える力を持っている可能性が高いわ。おそらくハイデリンとも開口している。いいえ、それだけじゃない。イゼルはあなたと同じ過去を見る能力を持っている。人とドラゴン族の争いの発端だという人が犯した罪、過去を見ることでそれを知ってしまった。だから蛮神を憑依させてまで何かをしようとしている。同じく氷の巫女の言葉、始まりを知る源流とはおそらく源流ミドガルズ・オルム。その源流ミドガルズ・オルムが指すのは銀類湖にそびえる木薬の塔。イシュガルドからの監視依頼と一致するなんて。木薬の塔についてはアルフィノからの連絡もあり、すでに監視体制の準備を進めています。ドマの方にも手伝ってもらう予定よ。憑依型蛮神シヴァ、氷の巫女の残した言葉、そして源流ミドガルズ・オルム、どれも解明にはしばらく時間がかかりそうね。